¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Los últimos 4 años he estado trabajando aquí en la empresa Pro Wrestling Noah. Feliz y contento de todo lo que se ha logrado. He ganado el torneo de parejas. 2 veces he ganado los campeonatos de parejas. Y creo que es momento de mi oportunidad para mi persona. Es momento de que yo siempre he vestido color verde, color blanco como mi bandera. Pero ese campeonato tiene el color rojo y es el único que me hace falta para completar mi bandera de México. Entiendo que Noah está en los mejores luchadores del mundo y yo quiero ser parte de eso. Sé que para seguir al siguiente nivel necesito un campeonato individual. Necesito coronarme y así seguir creciendo. Así es que esta oportunidad no la voy a desaprovechar. Quiero ese campeonato, necesito ese campeonato y quiero llevarlo a mi México. まずあのノアに来てから、あの初めてノアに来てから、まあ、約4年ぐらい経っていまして、タッグのベルトは取ったことがありますけれども、まだシングルのベルトを取ったことがないです。パートナーがいる状態で、ベルトを取るということはできましたけれども、まだ一人の力で、何か実績を残していないわけですから、ここでベルトを取って、実績を上げたいと思います。そしてなぜあのこのベルトなのかということなんですけれども、これ赤いベルトなんですね。で、あのメキシコの国旗には赤い色が使われています。あのですから、やっぱりあのメキシコを代表している選手としても、あのメキシコの国旗の中にある色、そしてあの色をこう合わせる、あの自分のコスチュームではあの緑色のコスチュームもありますし、白いコスチュームもあります。ですから、その中に赤い色を加えることによって、あの一つこう何か完成させたいと思います。そして N1 ビクトリーで藤田選手に勝ったということ、こちらがあの自分の中ですごく自信につながっています。ですから、今ここで、強豪ぞろいのノアの中で残っていくためには、やはり一つ何か、あの実績を作らなくちゃいけないわけですから、ベルトに挑戦して、そして、ベルトを必ず自分の手の元に、入れたいと思っています、はい、ありがとうございます。では、船木選手、お願いします。おとといですね、桜庭選手との試合を終えて、それで、まあ、時間を置かず、来週の木曜日にまたそのタイトル待ちということで、正直、チャンピオンって大変だなと今改めて実感しています。で今回の挑戦者はですね、ドクトル・ワグナーさんのお孫さんということで3代目ですか。おそらく、まあ、自分のことは多分彼生まれた時は、自分が23とかですねの時なんで、まあ、全くおそらく自分のその時代にはですね一緒にいなかったと、まあ、23歳、自分よりも若い、そして自分よりも肉体的にその勝っているんですね、ヘビー級ということで、しかもそのメキシコのルチャリブレですね、まあ、どんなことをしてくるのか全くその想像ができない、で自分は自分の技でですね、それに対抗するしかないということで、すごくどんな試合になるか分からない、そのある種一種プロレスですね、の戦いになるかなと思います。あと1週間ですね、ちょっと、まあ、気力がですね、だいぶ消耗してしまったんですけども、あと1週間、メキシコ対日本ですね、気持ちを入れ直して挑みたいと思います。ありがとうございます。では質疑応答に移ります。質問のある方はお願いします。ワグナーさんに伺いたいんですが、改めてチャンピオン船木印象を教えてください。Realmente es de mucho respeto por el señor, es una leyenda japonesa y para mí sé que él tiene mucha experiencia, yo soy muy joven, pero tengo hambre de ser y para ser alguien hay que derrotar a leyendas como el señor, pero tengo mucho respeto hacia el señor, un excelente campeón.船木選手というチャンピオン、ものすごくリスペクトしています。自分の方が、まあ、若いですけ
若いですし、船木選手とても経験豊富ですけれども、そんなとてもリスペクトしているチャンピオンから絶対にベルトを取らないと自分の実績を作ることができないんじゃないかなというふうに思っています。船木さんにも伺いたいんですが、はい、先ほどルチャーリブレとの異種プロレスになるんじゃないかという、はい、お話があったんですけど、ルチャっていうのは船木さんにとっては得意というか苦手というか、なんかそういう意識はあったりするんですか？正直全く未知ですね。未知なので、ただそれこそその自分のことをあんまりその知らないと思うんで、その知らないその何ですかね、強さっていうか、そういう部分がおそらくあるんじゃないかなと思うんですね。体もフィジカルの面では全然自分よりも上なんで、その辺はもう本当に気をつけなきゃと思いますね。もしかしてその外に出されて、なんか上からそのこの体振ってきたのを浮きちゃったんですよ。おそらく事故起きるんじゃないかっていうぐらい、その体格的には上なので、そういう部分でも本当に気をつけなければなと思ってます。はい、あとすみません、ワグナーさんに伺いたいんですけど、言える範囲で逆にその船木さんのスタイル、あと攻略、どんなふうに攻略できるのかと思っているのか、言える範囲で。Entiendo que son dos estilos diferentes, lucha libre mexicana, pro wrestling, Japón, México, pero la única estrategia que tengo es como todo mexicano, soy un guerrero y no voy a rendirme. No voy a hacer esto, no quiero la cuenta 1, 2, 3, quiero sacar esta vez mi lado de guerrero mexicano que tengo para no rendirme, y la estrategia es que tengo hambre de ser campeón.でまあ、自分のスタイルはルチャリブレなんですけれども、自分の方が速さもあるし、若いし、ハングリー、何よりもハングリーであります。船木選手、すごく経験を積んでいるかと思いますけれども、自分よりはるかに経験がありますけれども、そのいくつか自分が持っている要素を持って、挑みたいと。攻略するとすれば、そういったところ、自分の、速さ、若さ、そしてそのハングリーさ、そういったものを活用したいと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、不動選手に移りますので、両選手は前の方にお願いします。Bye.